はい、どうもです。こんにちは、こんばんは。今日はですね、3番道路の、出現ポケモンまとめをしていきたいと思います。シンボルエンカウント、タンドン。鉱山側の草むらにたくさんいます。はい、びっくりマークのエンカウント、ドロバンコですね。出現率的には中ぐらい、たまに見るかなって。はい、シンボルエンカウント、ジグザグマ、これよくいます。はい、続いてシンボルエンカウントの非面化、これも結構います。はい、シンボルエンカウントのスカンプですね、こちらもよく出ます。ワイルドエリアもよくいますしね。はい、こちらシンボルエンカウントのロコンですね。ちょっとそこそこ出るぐらい、ソードのみとなります。まあ、同じところで、ガーディがシンボルエンカウントでシールドのみで出るそうです。はい、びっくりマークのエンカウントからココ柄、これがよく出ます。はい、続いてびっくりのエンカウントからヤンチャクですね。たまに出るぐらいですかね。はい、同じようにびっくりのエンカウントから、ギアル、まあそこそこ出現しますといったようなとこです。はい、びっくりのエンカウントからワンリキですね。こちらもそこそこ見るかなっていうところです。はい、こちらシンボルエンカウントからのヤブクロ、まあ中よりはちょっと見ないかなっていうぐらいですけど、まあ中ぐらいと。はい、バルキーですね、こちらもシンボルエンカウント、これも中より下ぐらいですかね。まあ、ただワイルドエリアにもよくいるんで。でこれが一番出なかったんですね、本当に。びっくりマークのエンカウントから、ヤクデ、まあ、この3番道路でしかこのヤクデって出てこないみたいなので、まあ、すごい探してたんですけど、やっと出たというところで、まあ、鉄火人でね、ゲットしに行ったという感じになります。いやー、こいつ出すの結構大変でしたね。はい、というわけで、3番道路の出現ポケモンまとめという形となりました。いかがでしたでしょうか。参考になったという方いらっしゃいましたら、いいねしていただければと思います。いつもありがとうございます。それでは。